皆さんこんにちは、ピアニストの西野智也です。皆さん音楽聴いてますか？今日はショパン好きに送るショパンの名曲7選をお届けいたします。 YouTube にもね、非常に多くのショパンの作品を紹介する動画があるんですが、ものすごくショパンを好きで弾いてる自分の身としてはね、到底ちょっと納得のできないようなランキングが非常に多いですので、今回は本当にショパンの好きな方だったら絶対納得してもらえる珠玉の7選をお届けします。それではまず1曲目からどうぞ。それではまず1曲目です。1曲目にご紹介するのは24の前奏曲作品28番です。この作品は1838年から1839年にかけて作曲され、ショパンの独創性が遺憾なく発揮された名曲です。バッハの平均律クラヴィア曲集から着想を得ており、24すべての長調および短調で書かれています。曲の種類や規模は多岐にわたり、1分未満の作品から5分前後の作品までいろんな作品が詰め込まれています。特に太田遺産の CM で使われていた第7番や雨だれの前奏曲といわれる第15番は特に有名です。自分のね、動画の終了画面に使われているのもこのショパンの前奏曲の第7番です。ショパンはこの曲を作曲するにあたり、プレイエル社のピアニーノという楽器をマヨルカ島に持ち込んでいます。最終曲の2単調の非常に激しい曲があるのですが、この曲はこのピアニーノ、非常に小さな小型アップライトピアノの最低音から最高音までをほぼ駆使して書かれて、この楽器の性能を十二分に引き出した作品といいます。自分もね、このピアニーノ実は弾いたことあるんですが、非常に可愛らしいね、見た目の楽器なのですが、なかなかね、さすがの当時のプレイエル社の楽器だけあって、音はね、非常に立派な音が出ます。おそらくソナタや協奏曲なんかでも当時の習慣的に抜粋して弾かれることが多くありました。ソナタの1楽章だけとか、協奏曲の2楽章だけ、もしくは前半に1楽章をやって後半に2楽章と3楽章をやるなんていうのが当時のコンサートでは当たり前でした。なのでおそらくショパン自身は全曲、この24の前奏曲を全曲通して弾くことを想定していたとはおそらく思えないのですが、この作品集は何といってもね、この24曲を通して弾いた時、非常にね、美しい詩集をね、一冊丸々読んだようなね、印象を受けます。ぜひね、最後まで24曲続けて聴いてみてください。今回ご紹介する演奏はアルフレッド・コルトーが演奏する1955年録音、コルトーの代名詞ともいるこの前奏曲集、コルトー3回目の録音ですが、3回いずれもね、素晴らしい演奏です。今回は、晩年の55年録音をご紹介しました。概要欄の方に、動画のリンク貼っておきますので、ぜひね、聞いてみてください。それでは続いて2曲目ご紹介したいと思います。2曲目にご紹介するのはピアノソナタの第2番、変路短調作品35早奏行進曲付きです。ショパンは生涯で3曲のピアノソナタを残しました。第1番は若い頃に書かれた秀作的、非常にお勉強的なちょっと要素の強い作品なので、ほとんど一般的には演奏されることがありません。そして、晩年の習熟した作風の3番があります。特にこの3番はよその動画なんかでもショパンの最高傑作として紹介されることが多くあるのですが、個人的にはよりショパンらしい、ショパンにしか書けないソナタといえばこの2番だと自分は思います。
おそらくこのソナタに葬送行進曲を組み込むという案を思いついたのはベートーベンのピアノソナタ12番によるところが大きいと思います。というのもショパンは生前の文献なんかを見てみると弟子にこのベートーベンのピアノソナタ12番を勉強しなさいと言っていたり自分自身もサロンでこの曲を好き好んで演奏したという記録がいろいろ見て取れます。このソナタの特徴でもある曹操行進曲も非常に印象的なんですがこのソナタがショパンらしい一面を最も顕著に表しているのは修楽章だと思います。第4楽章ですね。両手で同じ動きをするユニゾンと言われるメロディーというようなものではないんです。もうほとんど無休度動きの止まらない作品になっているんですが調整感もほとんどなく当時としてはかなりショッキングな作品だったと思います。第3楽章の葬送行進曲の後にこの第4楽章は墓場に吹く風であるとまさにねその風という言葉がふさわしい一曲になっております。やはりねこのソナタの修楽章特にロマン派のソナタの修楽章というのは最終楽章にすごく立派なソナタ形式もしくはロンドなんかの作品を持ってくることが多い中でこの異様な両手ユニゾンのほぼほぼ無調の曲を持ってくるというこのショパンの独創性これはやはりね3番のソナタにはないこの2番ならではの魅力だと思います。今回ご紹介する録音はアルトゥール・ルービンシュタインが演奏している1960年のライブ録音になります。ルービンシュタインはこの作品を非常にお箱としておりいろんなところで演奏しておりますが有名なねモスクワライブも押したいところなんですが今回はあえて1960年のライブ録音の方をおすすめします。ぜひね最後まで聴いてみてください。非常にかっこいい曲そして素晴らしい演奏になっております。はい、それでは3曲目ご紹介します。3曲目は即興曲の第3番扁桃蝶々作品51番になります。この作品はね意外に思う方が多いかもしれません。1842年というショパンの最も制作の充実していた時期に書かれた一つの作品になります。ショパンは即興の名人として当時からすごく人気を博していました。そんなショパンは生涯に4曲即興曲を残しています。有名な第4番幻想即興曲をはじめ1番2番そして4番の即興曲に関して言えばショパンの即興性を反映したまるでその場で、音楽が生まれてくるようなその場からインスピレーションが湧き上がってくるような作品になっていますが今回ご紹介する第3番の即興曲はこの即興曲という名前は名ばかりの非常によく作り込まれた作品になっています。作品50番台以降の、ショパンの作品というのは全てのジャンルにおいて非常にポリフォニック、多くの声部が同時に横に流れるような作品が書かれるようになります。この作品は特になんてことない三部形式 A、B、A という三部形式で書かれているんですが非常にピアニスティックでそして、多声音楽的に書かれた第一主題と A の部分ですねそして中間部 B の部分ではまるでチェロが歌うような左手の旋律が見事な対比で書かれており、ショパンらしい歌にあふれた一曲になっております。一般の、方はあまり聞きなじみのない作品だと思いますがこれはねもうショパンの名作中の名作になりますのでぜひ聴いてみてください。今回ご紹介する音源はサンソン・フランソワが演奏する1957年録音のものをご紹介します。はい、それでは4曲目ご紹介します。4曲目は皆さんもうねお待ちかねだと思います。バラードの4番ヘタンチョ作品52番をご紹介します。
先ほどの即興曲の第3番とほぼ同時期に書かれた、ショパンのその創作が最も活発そして充実していた時期の作品の一つです。まあショパン好きなら外せない一曲だと思います。バラードというこの曲のジャンルはショパンのピアニズム、ピアノ演奏法ですね、そしてそのショパン自身の作曲の独創性が遺憾なく発揮されたジャンルであり、生涯ショパンは4曲バラードを作曲しました。1番2番3番4番いずれもね、もう本当に素晴らしい作品なんですが、やはり今回ご紹介する4番は特に、曲の構成面でショパンにしては珍しくしっかりと書かれています。ショパンの一つの弱点、まあ本人はおそらく弱点とは思っていないかもしれないんですが、しっかりとしたその構造物的な作品を書くことが苦手であったショパン、まあソナタなんかが少ないのも一つのその顕著な例だと思うんですが、まあコンチェルトもね初期の頃にしか書いていないし、例えばその非常に形式的な作品ロンドであるとか変奏曲であるなっていうのもやはり初期にしか書いてないです。終作的な時代にしか書いていない中で、ショパンはマズルカやポロネーズなんかで、形式にとらわれない自由な作風の中己の音楽を発展させてきたんですが、この4番はそのショパンの独創性とその構成力が見事にマッチした名曲になっております。演奏に関しては非常に難しい高い技術を要求される作品で、まあ、自分も弾いたこと当然弾いたことありますが、ものすごく難しい作品です。特にやはりそのポリフォニック的な音の処理、横にねいろいろな声部が同時進行で流れるものをきれいに処理する能力、そしていろんなところで現れる、ピアノでは難しいパッセージの一つとされる重音、重なる音ですね、そして、即興的な細かいパッセージなどショパンらしい難所が至るところにあり、ショパンのピアノ作品でも最難関の一曲であると思います。今回ご紹介する演奏はスタニスラフ・ネーガースラストライブのバラード4番。このライブではね、1番から4番まで全曲弾いてるんですが、そこから4番だけ、抜粋してお届けしております。もうね、壮絶と言うほかない凄まじい演奏です。ぜひね、この演奏聞いたことない方、バラード4番好きな方はぜひチェックしてみてください。素晴らしい演奏です。はい、それでは5曲目ご紹介したいと思います。5曲目はスケルツォの第4番補聴調作品54になります。こちらも即興曲の3番バラードの4番と同じ1842年から43年頃に書かれた作品になります。スケルツォもバラードと同様にショパンらしさがやはり前面に押し出された人気のジャンルとなっております。スケルツォという言葉は日本語だと冗談や開脚、少し難しい言い方をすると開脚などの意味なのですが、ショパンのスケルツォには一切の冗談さやその開脚性がなく、非常に深刻な作品となっております。その深刻さ具合といったら、シューマンにして冗談がこんなに暗いベールをまとうなら深刻さは何をまとえばいいのかと言わせるほどです。特に1番から3番のスケルツォはその傾向が顕著であり、また一般的にも非常に人気が高いのはこの1番から3番です。ただ今回ご紹介したいのはこの4番なんですが、この4番は唯一このスケルツォという名前の通りのその冗談であったりとか快楽性を感じられる作品になっています。先ほどご紹介したバラードの4番の人気に比べると、正直なところあまり人気の高い作品とは言えません。このスケルツォの4番、まあプロの目線で言わせてもらうと、プロの世界では割とスケルツォの4番とバラードの4番というのはほぼ対等というような位置づけで見ている人が多いんですが、アマチュアの間でですね、まあバラード4番の方が圧倒的に名作で、それに比べるとスケルツォの4番は見劣りするというような意見がね、よくちらほら見受けられるんですけれども、そんなことは全然ありません。このスケルツォの4番超名曲です。以前
ご紹介した美しいメロディーの作品でもこのスケルツォンの4番の中間部をご紹介しましたが、その中間部の美しいメロディーも当然なんですが、この4番のスケルツォンのそのシンプルさ、簡潔さはやはりね、このバラードの4番と非常に対になっていると思います。熱く煮えたげるマグマのようなバラード4番に対して、このスケルツォンの4番は淡く儚い印象を与える非常に好対照な2曲だと思います。今回ご紹介する演奏はベンのモイセイビッチが演奏する1949年のスケルツォンの4番、超名演奏になっております。もう本当に淡く儚い雰囲気がね、非常によく出ていて、またこの中間部の歌い込みが非常に素晴らしい演奏ですので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは6曲目ご紹介します。6曲目は幻想ポロネーズ、ポロネーズの第7番変異調調作品61になります。この作品は1846年というショパン晩年の作品になります。ショパン好きな方からしてみれば名曲で出すには当たり前すぎる作品というぐらい、ショパンの最高傑作と名高い作品です。おそらくショパンクロートでこの作品を挙げない人はいないんではないかというぐらい、ショパンのその人生の集大成、ショパンの作曲法、そしてショパンのピアニズムの集大成として燦然と輝く一曲となっております。ショパン自身はこの作品をポロネーズ風幻想曲と呼んでいたように、この作品ではポロネーズというのは一つのモチーフでしかありません。儚くも美しい3分をまとめたようなかなり自由な形式を取った作品であり、ピアノの詩人ショパンの面目躍如といったところです。ショパンのポロネーズとして見た場合、ほぼ全ての作品がポーランドに対する愛国心を音にしたような非常に男性的な作品が多いポロネーズというジャンルですが、この作品ではその男性的な力強さはほとんど影を潜め、感傷的な雰囲気がかなり強くなっています。やはりこの感傷的な雰囲気がかなり強く、またその構成的に見ても非常に自由な形式をとっているので、ショパンとしてもこの曲をポロネーズではなくポロネーズ風幻想曲と呼んだんではないかなと思います。この曲は非常に演奏難易度が高い。単純な技術的な難易度で見るとバラードの4番の方が難しいのですが、非常に頼りない形式、3分をまとめたような、気を抜いたらね、その3分がチリチリになってしまうんじゃないかというぐらい、この儚い形式をきれいに有機的にまとめ上げる構成力がピアニストに求められます。自分もね、この曲は大好きで、若い頃からいろいろ何回も何回も弾いてきてるんですが、毎回弾くたんびにね、やはりチャレンジングな気持ちにさせてくれる作品です。今回ご紹介する演奏は、先ほどのスタニスラフ・ネイガウスのお父さんであるゲンリッヒ・ネイガウスが演奏した1952年録音のものをご紹介します。ものすごく素晴らしい演奏。ソフロニツキーにして、この曲はゲンリッヒのためにあると言わしめたほどの演奏です。ぜひね、音質は正直悪いですが、この素晴らしい演奏、最後まで聴いてみてください。幻想ポロネーズが好きな人だったらね、一発で虜になると思います。はい、それでは最後第7曲目ご紹介したいと思います。7曲目はチェロソナタ、トタン調作品65です。この作品は1845年から46年というショパン最晩年に書かれた作品になります。おそらくね、かなりの人が意外に思うと思います。もしくはピアノ学習者の場合はね、この作品知らない人が結構いるんではないかなと思います。これはね、本当にもったいないです。ショパンの
自由な形式で書かれた曲の完成形が幻想ポロネーズだとしたら、ショパンのアカデミック非常にかっちりとした構成力の下で書かれた作品の終着点は、個人的にはピアノソナタの3番ではなくこのチェロソナタを推します。ショパンの親友であり身の回りの面倒まで見てくれていたチェリストのオーギュスト・フランショームの助力を得てこの作品は完成されました。ショパンはこの曲以前にも室内楽曲を何曲か書いています。数曲のチェロ作品とピアノ三重奏曲が1曲、そしてフルートの作品が1曲だけ残されています。いずれの作品も若い頃に書かれた作品になっています。協奏曲なんかをね、ショパンが好きな人は聴いていると思うんですが、これを聴いても分かる通り、正直ショパンはピアノ以外の楽器の扱いがうまくありません。ピアノ協奏曲で言えばやっぱりオーケストレーションの甘さであったりとか、こういうピアノばっかが派手なコンチェルピアノコンチェルトっていうのが当時流行りだったっていうのもあるんですが、それに目をつぶるにしてもやはりいなくてもいいぐらい、そのオーケストラの処方が薄いんです、ショパンの協奏曲というのは。でそれを本人も自覚してか、やはりショパンのピアノ以外を扱う作品というのはパリに移って以降一曲も書かれていません。そんなショパンが生前最後に出版したのがなんとこのチェロソナタなんです。形式的に見てもピアノにソナタ2番とは違い、あれは非常に型破りな、ショパンらしい、ある意味ですごくショパンらしい、その型破りな形式なんですけれども、それとは近く、どちらかといえばピアノソナタ3番のような非常にかっちりとしたアカデミックな作品で、正統派なソナタなんですが、このピアノソナタ3番よりはるかにショパンらしい音楽になっています。ピアノという楽器は音が伸ばすことができません。出したら出したっきりなんです。なのでピアノというのは基本的には歌うのが苦手な楽器です。非常に素晴らしいテクニックを持って初めて歌える楽器なんです。ショパンというのは非常に美しいメロディーを書く作曲家だったんですけれども、そんなショパンの書いた美しいメロディーをチェロが担うということで、そのショパンの歌というものが全ての作品、本当に全ての作品、ショパンの全ての作品の中で最も強く感じることができる作品になっております。これは本当にショパンのピアノ曲しか聴いたことがない人には絶対おすすめしたい作品ですので、ぜひ聴いてみてください。ちなみにこの曲の伴奏を弾くのはショパンのソナタの3番のソナタを弾くより難しいです。もしねお友達にチェロを弾く方がいる方、やってみたいなと思ったらそれ相応の覚悟で譜読みしてくださいね。今回ご紹介する演奏はナターリア・グートマンがチェロを弾いて、スビャトスラフ・リヒテルがピアノを弾いた1985年のライブの映像がありますので、こちらでねぜひチェックしてみてください。本当に1楽章、2楽章、3楽章、4楽章全てが美しいです。もう本当にねため息しか出てこない演奏、そして作品になってますので、ショパン好きな方絶対チェックしてください。絶対後悔しません。はい、それではね7曲ご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。ショパン大好きな人からしてみたら当たり前なラインナップ、ちょっとね意外な作品もあったかと思いますが、個人的にはねぜひね最後のチェロソナタは本当に多くの人に聞いてほしいし、もっとねピアニスト、そしてチェリストがね演奏会で、取り上げてほしいなと思う作品で、今回ね本当にこのチェロソナタを紹介したいがためにこの動画を撮ったまであるんですけれども、その他6曲もね本当に素晴らしい作品たちなので、ぜひね、下の概要欄にある動画で全部聞いてみてください。ショパンがより好きになると思います。それではね、この動画が面白かったよっていう方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今後もクラシック音楽の魅力を伝えていく、こういった喋り動画を撮っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。